ラウニオン伯爵、ルイス・フィルミンデ・カルバハルは、スペイン王国の召喚。フランス革命戦争中の1794年に、スペイン陸軍を率いてフランス第一共和制の軍勢を押しとどめようとしたが、同年に戦死した。1752年、ペルー副王領のリマで生まれた。1778年8月2日、スペインをカルロス三世により、ラウニオン伯爵に除された。 1793年にフランスとのピレネー戦争が勃発するとフィゲラスにあるサンフェラン城の守備軍を率いた。この時スペイン軍はアントニオ・リカルドスの指揮下にありフランス領ルシオンを一部占領することに成功した。ラウニオン伯爵は中将としてリカルドスの下で一師団を指揮。1793年9月22日のトロイアの戦いに参戦して勝利した。 1794年初にリカルドスが死去、公認のオレリー伯爵も直後に死去したため、国王カルドス4世はラウニオン伯爵をスペイン軍の指揮官に任命した。1794年4月、再編され増援を受けたフランスの東部ピレネー軍はジャック・フランソワ・デュゴミエを指揮官として構成を再開した。そして、 4月30日から5月1日にかけての第二次、ブールーの戦いで勝利して、スペイン軍をピレネー山脈の南側に追い返し、5月末にはコリウール港を再占領、ルペルチューの山道で、スペイン軍の駐留するベルガルド要塞を封鎖した。ラウニオン伯爵は包囲の突破を2度試みたが、1度目は6月7日にラジュンケラで撃退され、2度目は8月13日の3。 リョレンス・ダラ・ムーガの戦いで敗れて失敗した。結局、ベルガルド要塞は9月17日に降伏した。ベルガルド要塞から見たらジュンケラと黒山。ラウニオン伯尺はサン・リョレンス・ダラ・ムーガから海岸にかけて合計で90のリダウトを築き、アール・テン・ポルダをフランス軍の進攻から守ろうとしたが、その中流軍の質が一様ではなかった。 スペイン衛兵の参個大隊とワロン人衛ン兵の参個大隊は最良の部隊だったが他には普通の不評や民兵もいた。11月17日、フランス軍は攻撃を開始、黒山の戦いが始まった。1日目の戦闘ではフランス軍が西側で前進したが中央と東側での攻撃に失敗した。18日、 スペイン軍の砲撃でデュ・ゴミエが戦死すると、指揮を引き継いだ、カトリーヌ・ドミニク・ド・ペリニョンは戦闘の一時停止を命じた。20日に攻撃が再開されると、フランス軍は、スペイン軍の戦列の1列目と2列目を素早く突破、さらに大砲25門を有する、ノートルダム・デルルールのリダウトを強襲、午後3時に、それを奪取した。ラウニオン伯爵は、ポンダ・ムリンズに到着すると、 騎兵戦300人を率いて、フランス軍の不評に古旅団に反撃したが、戦闘の最中に銃弾を2発撃ち込まれて戦死した。戦闘は、スペイン軍の改装に終わり、スペイン軍は1万人の損害を受けた一方、フランス軍の損害は3000人だけだった。ラウニオン伯爵の後任は、ラス・アマリラアス公爵ヘロニモヒロン・モクテスマが着任、ラス・アマリ,リアス公爵は、 フルビア側の後ろに撤退、フランス軍によるサンフェラン要塞の占領も防げなかった。ヒロンはすぐに更迭され、後任はホセデ・ウルティラでラスカサスとなった。その後、ペリニョンとピエール・フランソはソーレは2月初にロザス包囲戦を終結させた。同年7月のバーゼルの和訳により、ピレニエ戦争は終結した。ありがとうございます。